ちは、けいです。今日は今から初めてのタイに行ってきます。今回もエバーコープさんで台湾を経由してタイ、バンコクに行きたいと思います。エバー航空は日本台湾路線就航30周年ということで2カ国旅行をしていて、前回はブリスベンとパリに行ってきたんですけど、今回は台湾を経由してタイに行ってきたいと思います。で、今回も前回と同じロイヤルローレルクラス、ビジネスクラスで行かせてもらいます。飛行機に乗ることが楽しみになったり、めちゃくちゃワクワクしてます。席もすごく広々としてて、ご飯も美味しいんで本当に楽しみです。はい、では行ってきます。はい、今から行ってきます。フラットにもなります。めっちゃ広い。電気もあります。アニメとか映画とか最新作いっぱいあります。ゲームも充実。Wi-Fi も30分間無料です。早速エバー航空でいつも頼んでる大好きなオレンジジュース、めちゃくちゃ濃厚で美味しいです。台湾着いてトランジットでタオヤン空港に着きました。私が乗ってた飛行機、エバー航空のラウンジ来ました。おお、これなんだろう、美味しそう。何にしよう、美味しそう。ラウンジついてちょっとお腹空いたのでご飯食べてます。まずビール、牛丼がめちゃくちゃ美味しいです。ずっと食べたかったのに、なんかタイミングがうまく食べれなくて、やっと食べれました。めっちゃ美味しい。やばい、ちょっと何杯でもいけそう。ちょっとゆっくりして搭乗時間まで待ちたいと思います。席着きました。めちゃくちゃ広いです。これから3時間半ぐらい乗ります。機内食来ました。ガーリックトースト、台湾ビール、タイに着きました。今から初めての本場のタイ料理を食べに行きたいと思います。楽しみ、行ってきます。お昼ご飯食べに来ました。まだオープンしたてです。かわいいお店、パッタイとガパオライス来ました。めっちゃタイっぽい。いただきます。うんうん、辛い。
れが本場の味なんだ。動物園に来ました。移動中ちょっと曇りだったんだけど、なんかめちゃくちゃ晴れてきました。あ、ワニだ。ワニ、ワニがいます。あ、ワニがいます。かっこいい。口開けてる。めっちゃいいんじゃん。あっちにめちゃくちゃいるわ。すげえ。これ見てください。シワシワの生ズキ。ちっちゃいの可愛い。ワットパークナムに来ました。すごい大きいお寺です。すごいです。あ、大仏さん。3階に来ました。すごいです。あ、最上階に来ました。めちゃくちゃ綺麗。すごい。ハロミルク買いました。ご飯に向かってます。車がめちゃくちゃ多い。デパート行ってヨーグルトマンゴーをゲットしました。ヨーグルトスムージー。買いのはね、80円とかだった。夜ご飯来ました。ベッカー。すごい素敵なところ。かわいい店内。シェンファビール。うん、おいしい。パッタイと空心菜来ました。美味しそう。グリーンカレーも来ました。ペパロニー。じゃーん。追加スムージーにしました。うまっ。おはようございます。 Day 3。 今日はまずはワットアルンっていうお寺からスタートです。チケット。衣装着てる方がたくさんいます。行ってきます。素晴らしい。
昨日のお寺とはまたちょっと違う感じの雰囲気ですね。ワットアルンのお水です。かわいい。やっと、うわー、すごーい。なんかめっちゃかわいい。何なんだろうこれは。これどうする。やばい、めっちゃ綺麗。陶器、お皿、お皿がね埋め込まれてますね。すごい、ここマジ写真スポットです。かわいい、めちゃくちゃドタイプなデザイン。かわいい、おしゃれ。日本とは違ってすごくカラフルですね。ここにシーサーみたいなのいる。かわいい。涅槃仏すごい、寝てる。この足の裏が有名みたいです。寝転がってます。お顔はこんな感じ。がっつり寝てて可愛い。お昼ご飯はお寺の近くのタイ中華に来ました。メニューはこんな感じ。超暑いです、タイ。やばい。うまっ。シーナ狩りに来ました。市場です。楽しみ。かわいい目玉焼き、美味しそう。いろんなお店があります。スムージー、チキン、美味しそう。めちゃくちゃいろんなお店がある。甘いものから不思議なご飯。じゃーん、着替えました。服買いました。タイっぽい衣装です。1000円ぐらいだったかな。私の大好きなピンクです。今からご飯食べます。ここのお店にしました。うまそう。じゃーん、コーラました。すっごいなんか大食いぐらいでかいの来ました。じゃん、こんなでかいです。いただきます。ナイトマーケット来ました。すっごい賑わってます。思ってた以上に広いですね。今から夜ご飯食べたり、屋台で何か食べたり、古着見たりしたいと思います。
めちゃくちゃマーケット楽しみにしてました。ピザ来ました。すっげー熱い。せーのまあまあちょっとだけビヨーン。どこで食べてもうまい。バイク。かわいい。え？何これ？本当？うん。何これ？初めて見る。車でアユタヤに向かってまーす。アユタヤに着きました。ツアーに今参加していて、車で1時間半ぐらいで着きました。なんか今街がすごいです。古い都として世界文化遺産になっております。世界文化遺産すごい。すごい、なんかタイムスリップしたかのような世界です。すごい、すごい。めちゃくちゃいい天気です。中はこんな感じです。ちょっとこんまりが、すごい。綺麗だな。心が痛いです。心ってこの辺、うん、ここが左側。日本の心、日本人の心は右。左の心が痛い。すみません、はい、うん、OK。これはなんで旅の安全を祈って。そうそうそう、神様から。ありがとうございます。神様から。あ、1分間、昨日も見た涅槃仏がここにもいました。次はゾウさんに乗りに来ました。やばい、楽しみ。わー、かわいい。お久しぶりのゾウさん。ねえ、怖いかも。かわいい。次の遺跡に来ました。ここはすごく広いです。礼拝堂です。3つ目の遺跡に来ました。ここはアユタヤで一番ね重要な遺跡みたいです。ここにお宝とかを保管していると聞きました。素晴らしい。めちゃくちゃ豪華。もう暑すぎてアイスゲット。オレンジのアイス。これまだねバンコクに帰るまでつけててって言われた。うまっ。80円だった。こちらは根っこに仏像の頭が埋め込まれてる。これは自然にできたものみたいです。すごい太い根っこです。次の遺跡はワット・マハタートに来ました。みんな顔がないのは宝物が
胸の上にあったからみたいです。こちらも首から上がないです。次の遺跡に来ました。わあ、すごい。あ、これは壁が残ってるんですね。ラストの遺跡に来ました。ワットジャイジャイワットジャイモンコンに来ました。難しい名前。こちらはアユタヤで一番古い遺跡です。コイン投げます。願い事3点目1本目。え、むずくない？ちょっと待って。え、どうやっ、やるぞ。じゃあ、え、入ってるの？入ってません。上に登ってきました。景色が素晴らしいです。わー、いい風、気持ちいい。すごい、上からの景色です。ちょっとね、今日ね、空可愛すぎない？入り口入ったら、なんと絵が飾っておりました。はい、さあさあ、お腹が空きました。お腹が空きました。よいしょ。素晴らしいロケーション。あー、すごい。ご飯来ました。カニのカレーと、あと空心菜とか、ちょっといろいろ美味しそうです。あとはタイ米。いただきます。一番最初に来た遺跡のライトアップを見に来ました。めっちゃ綺麗ですね。すごい。ホテルのプールでスムージー飲んでます。階段でこけたあざがひどいです。今日は最終日で、まずは安定のスムージーからスタート。今日はね、マンゴーにしました。おいしい、マジで。うますぎる。今日はちょっと天気が悪くて、雨がね、パラパラ降ってきてる気がする。ランチに来ました。ミシュラン取ってるデパートの中にあったところです。シーフード。ご飯来ました。あー、美味しそう。いただきます。ん、美味しい。美味しい。うん、美味しい。美味しい。猫カフェ&ヴィンテージショップに来ました。かわいい、目が黄色い。買っちゃいました。じゃん、猫ちゃんのトレーナーと、あとジャケットとか、あとはT シャツ、このかわいい、かわいいね、ビッグ T シャツも買いました。3着で8000円ぐらいでした。あ、見てる。かわいい。基本メンズが多かったんだけど、なんかちょっとレディースもあったり、ビッグサイズで着れるのもあったりで、かわいかったです。はい、空港着きました。エバー航空のラウンジがあるみたいなので、ちょっとね、そこでゆっくりしたいと思います。
着きました。ここです。今ご飯食べてるところです。タイでの思い出はなんか象を初めて触ったんだけど、まず象ってあんなに硬いんだと思ったし、あとワニを近くで見れたのもすっごい嬉しかった。であとアユタヤに行って遺跡巡りして、普段見ることのない景色を見て、なんか本当違う世界にいるみたいな感じがしました。ご飯もちょっと癖強いかなって心配してたんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、私タイ料理めっちゃ好きだなって思いました。一番好きだったご飯はガパオライスとカオマンガイが、やっぱ日本のタイ料理屋さんでも大好きだったから、本場食べれてめっちゃ嬉しいです。スムージー毎朝飲んでたんだけど、スイカとマンゴーが私のお気に入りです。でオーストラリアでもナイトマーケット行ったんだけど、その世界のナイトマーケットを見れるのがすごい、なんて言うんだろう、なんか本場って感じがしてウキウキしました。今はもう夜中なのでシャワーを浴びて、今回もまた行きと同じでロイヤルローレルクロスに乗って帰りたいと思います。エバー航空はスターアライアンスに加盟していて、日本台湾以外にもいろんな国や都市で就航しています。でさらに9年連続スカイトラックス5つ星認定もされていて、世界的にもね信頼されてる航空会社さん。で実は今年エバー航空は日本就航30周年で特設ページもできていて、私も乗っているのでぜひチェックしてみてください。期間限定で航空券の割引コードもあるのでぜひ見てください。では今から台湾に行って、そこから日本に帰りたいと思います。じゃあねー。